6月16日。最新セリーグ順位表、2023年、交流戦、17日目。お前さんたちが久々に躍動したと思ったら、感染力はそのまま維持されてたわ。他の回に無双してても抑えって難しいんやね、と改めて思ったわ。今年の交流戦すげえ楽しい。ちなしい。巨人さん優勝おめ、交流戦明けはお手柔らかに、うちは逆4連覇、回避確定して嬉しいわ。土壇場逆転されてからの再逆転とか、されたらもう、交流戦は巨人優勝でも、しゃあないやでよ。早い回の3点差で、2番内山にバントさせる、高津采配が炸裂して、見事に無得点だったのが敗因。二刀流、山崎福也、ヤシカおまけのタイムリー、含むマルチ安打を披露。2位争いが熾烈になってきたな。巨人上がってきたな。楽天何してくれちゃってんの。2から4位が3ゲーム差や。坂本さん通算11度目のさよならだ。巨人は今年は再開もあるとか言ってたのが嘘みたい。松井は松井でさよなら食らったしな。勢い乗ってるし、ガチ優勝あるで。阪神は湯浅の代役が簡単に抑えたのに。